ババケンシンは、日本の建築家。東京都生まれ。2001年日本大学大学院、理工学研究科建築学専攻博士前期、家庭修了。2002年目白スタジオ、古澤大輔、黒川康隆と共同設立。主な作品として、シムズバレースタジオ、リキッドコートハウスや、常磐新千円選択地開発事業にも参画、している。 2013年に、メジロスタジオと株式会社リライトデベロップメントが、事業統合をしたことを機に独立し、ババ検診建築設計事務所を設立、主催。2007第2回サステナブル住宅省国土、交通大臣省、財団法人建築環境、省エネルギー機構に2007、日本建築学会作品選奨、日本建築学会に2011、 日本建築家協会優秀建築選選出。日本建築家協会 32011SD レビュー2011。朝倉賞。鹿島出版会12015和田賞2015。42016グッドデザイン賞2016。公益財団法人日本デザイン振興会。42017第29回2017年度。ジア新人賞1古沢大輔。 黒川康隆と共同受賞2個泉正夫古沢大輔黒川康隆と共同受賞3佐藤シニア古沢大輔黒川康隆と共同受賞4個泉光明かな忠たと共同受賞ありがとうございます